この文章もイディオムです。あのイディオムなんですが、ただ一つだけあの絶対に選んではいけない選択肢のことだけ言っておきますね。えー、それは三番です。もう三番を選んだ人はちょっとあの大反省をしないといけないですね。えー、なぜならば、いやリメンバーって、まあその意味で言うならばね、一番もそうかな。あの一番と三番選んだ人はもう大反省会ですね、えー。というのは、だってリメンバーって。 第三文型しか取れないですよねまあ普通第三文型取りますよねリメンバー名詞でしょでこれがリメンバーどってなるってことはまあまだこちら過去形と勘違いしたまあそれにしたって相当トンチン感だと思いますがこれってリメンバーどになるってことは受け身形でしょまあこうなるってことですねだとするならばこの後ろにざっと説が来てるのが明らかにおかしいでしょ あの絶対にこの受け身系になると解釈されるものは選べないというのはわかると思いますあとはこの it is worse というイディオム表現が ing 系を取るのか不定詞を取るのかっていうのを知識として知っておくだけだと思います、えー、答えははい it is worse は ing 系を取りますはいこれは ing 系を取る形になりますので、えー、もうこれはリメンバリングしか選びようがないということになりますで 本来の構造としてはまあちょっと戻りますがこの「イット!」が指す内容が it is worse「イティーズ・ワース」でここから後ろですねここから後ろ全体ちょっと色がかぶっちゃうから変えましょうかねはいここ消しておくとこの後ろですねはいここに書かれている内容には価値がありますねという形式主語公文になっているというものになります。はは形式主主語語文ににななったら新は k になるということをしっかり覚えておきましょう。